はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回のみ使えるロマサガ2ですね。続きをやっていきたいと思います。皇帝は2代目に変わりました。まあ、正確には2代目というか3代目か、レオン、ジェラール、そしてサジタリウスですね。でメンツはこんな感じですっげえ不安が残るんだけど、でジェシカの召喚とか多分超弱いと思うんだよね。で本当はね、だから武器とか揃えたいんだけど、まずはコッコがどれだけあるか確認しよう。うわ、69万、70万弱か。ダメだ、余計なものを鍛えてる余裕がない。であと今起こってるイベントとしては、情報収集屋さんとして、まずルドン地方でしょ、であとはカンバーランドとビクトルンガの武装小船団で、優先順位としてはまずはルドン高原制圧して金を確保する。でカンバーランドは滅亡させたくないんで、まあルドンが終わったら行こうと思います。であと魔法研究所とアバロンの木ができたので、そちらも見ていきましょう。まずは魔法研究所、こちら。で天から覗いていきますか。あ、そっか、フリーメージがいる。フリーメージも仲間にできるか。魔法は結構特化してそうだね。ライトボルト、お、月光がある、いいね。回復があるのがいいな、覚えていこう。月光、フリーメージなんか言ってくる。威力が測れます。威力が高いと術法は威力が落ちる。え、なんで、もういいよ。威力、サジタリウス低いね。黒が高い。え、なんで威力が高いとかどういうパラメーターだっけ、なんか全然覚えてないんだけど。で炎も見ていきましょう。アメジスト元気ですか。アメジスト、ま、君はまだ候補としているからね。でセルフバーニングだけか。あと合成術をどうするかだよね。地と火、風と火、風鍛えて一応合成できるようにしとく。ギャラクシー覚えればあとはもうこっちのもんだからね。これ下なんだっけ、あそこだ、そう、下水につながってんだ、ただそれだけ。水は水で覚えておきたい気がするけど、まあ回復力はとりあえず一人でいっか今のところ。でフリーメージが2人とりあえず追加されて、仲間の候補として。であとカンバーランドクリアしたら最悪ホーリーオーダーね、なんか後の方で。あれ、アバロンの木ってどこにあるんだっけ、こっち、あれどこだちょっと待って、わかんねえ。こっちの下の方だったと思ったんだけど、違ったっけ。あ、こっちはあれだ、なんか人が集まってくるとこか、市街みたいな。左だっけ、あ、ここだ、ここで、成功した2000クラウンの収入、これプラス2000ってことだよね。30万かけてるかな。木は育っていくでしょう。木っていうか実じゃん、まだ苗、なんかそんな感じ。まあ、一応今の現状はこんな感じです。じゃあまずはルドンを制圧したいんで、あれ、いけねえ、ニーベルに行って情報収集しよう。飲み物くれ、なんもねえ。おい、ジジイ、ティファール、よし、これでいけるはず。ホーリーオーダーはね、まあ、優秀だからね。で1台の工程でどれだけ引っ張れるかだよね。これなんかさ、罠みたいなのあったよね。敵は戦ってこう。ライトボール、あー、ウィンドカッターか。まずはウィンドカッターだな。でこいつはエルダー、しまった、技を覚えてきてない。パンチとキックがある。鋼鉄の剣、ファングクラッシュ、痛いっちゃ食らいすぎだろ。ゼロとかクソ弱えんだけど。
やべえ。マタドール。これ反撃するはず。よほわ。やべ、全員弱えんだけど。マタドール使おう。こいつらには超有効なはずだ。催眠かけられた。よりによって全員寝やがった。なんちょっと待って。こうのマタドールのパンチ。マジパンチクソなんだけど。いったー死んだ。やべえ。なんか覚えろ。よし。これは麻痺だけか。てか工程がまず起きないと話にならん。いや逃げらんないしね。とりあえず5。よし、起きてくれただけで OK。 181死ぬ。50も減んの。いや待って待って待って、この戦闘のやつさえ倒せればなんとかなるはずだ。10まだ生きてる。あれもいけ。210よし。こっちが強い。259死ぬ。やべえ、これほんとやばい。二段切り覚えてこなかったのがすげえ失敗だったな。よし倒した。後ろのやつは多分雑魚でしょ。あいつで140やったからね。30クソだなほんとに。4よし、残った。ちょっと一回撤退して技を覚えさせてこよう。これフリーファイター入れた方が良かったな。鉱山再び。このヘビみたいなやつどうする。一応倒してこう。戦っていかないと話にならないからな。センチペタとか強そう。まずライトボール全員減らそう。でデタラメはもう全力でいかないと。またドール使おう。上のフリッツがマジうんこすぎるんだよ。こいつはまあまあまあなんとかなる。これでいくつ当たる。まあ100当たれば十分だな。27とか。痛い。一発食らったら瀕死になる。よしよしよし。でウィンドガッタ。マタドールもあれだよね、多分 100% じゃないからね。よし、鋼鉄の剣は強いな。普通に体術ようやくレベルアップ。いやオピオン、ちょっとこいつやだ。逃げよう。あんまり逃げすぎてもな。パイソン、これはいける。ウィンドカット一回使おう。風も上げないと話にならないから。デタラメは攻撃攻撃攻撃で、ウィンドカットいくつだったっけ。81か。まあ51とか。よし、デタラメはいい。 OKOKOK。 感電症、これ結構いいんじゃね。ゼロとか、うんこだった。ハングは30で、ライトボールやって。いや、戦闘がきつすぎて。109とか、こいつマジ何なんだ。いけ、ライトボール。これ暗闇にするの重要だな。証券が弱すぎる。証券作るか。作りたくねえ。作りたくねえけど作るしかねえ。よかった、こいつ皇帝にしなくてよかったわ。最初こいつ皇帝にしようかと思ったけど。で9万でしょ。ここでだから金を回収して証券作ろう。ここだったら何回でも戦えるからね、敵と。よし、これはいけるな。一回ライトボールかけとこう。初手ライトボール、これ重要。で1体ずつ。よしよしよし、1体ずつ始末していく。18今日17。上のやつと戦闘のやつがうんこすぎる。あとウィンドカッターやって弓で、あいつセルフバーニング唱えたからな。ちゃんと考えていかないと。ここからは倒せ。見て100とか。なんて強さだ。体質落ちた。最悪だ。スライムの群れ、スライムの群れはマジでやばい。
なんか最後も防御しとこう、こいつ。なんか覚えるかもしれないから攻撃はしておく、上のやつは。ライトボール行け。よし、100。基本中くらいのかい、それでも。スタン。ちょっともう一回ライトボールだな。でも、傷薬使おう。あれ、攻撃しちゃった？まあいいや。傷薬。死なない、よしよしよし。傷薬使った甲斐があった。ここどう抜ける？ゼラチナスマターとか、こいつ終わってる。絶対倒せない。いや、無理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 。これで対決回数っていうか戦闘回数が増えてっちゃう。よし、ここ逃げ切れ。スライムはマジでやだ。よし、金少ない。ちょっとやっぱり証券作ろう。マジ弱すぎる。ちょっとどんな武器か分からん。軽い鎧か。どうしよっかな。多分今80万ちょっとなんだよね。100万ないくらいだと思うけど、防具も何も開発してないからな。まずは証券。よし、証券開発しよう。よろしい。金だけ見たい。あと67万か。ここで40万使うのはちょっときついよな。やっぱ証券までで止めておくか。よし、レイピアができた。強いのかこれ。レイピアなんてほぼ作ったことないからな。ジェシカ、フルーレが6、レイピアが11か。まあだいぶ強いな。てかやっぱり全身鎧装備させよう。重くなってもいいや、しょうがねえ。引っ張り出してこよう全身鎧。とりあえずレイピアの性能みたい。もうさ、この帝国軽装歩兵死にすぎて LP3 しかないんだけど。ここも制圧ってか、この状態でカンバーランドを制圧できる気がしないんだけど。どのくらいまで大丈夫だったっけ。年代スキップしなきゃ大丈夫かな。60とか食らうからな。レイピア出番なかった。あり、これは出番はありそうだけど、ちょっとまた通り一回唱えとこう。忌憚覚えたんだよね。まあ、体術がねちょっと強くなってきたのはまだ助かる。よし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 。ミス、ただのミスかい。こいつは硬いからあんまり参考にならないんだよな。殴りは効く、魔法も効くと思う。てかマジレイピアの出番がねえんだけど。こいつならいいだろう。よく出てくるやつらだからな。で、デタラメ屋がすげえ役立つ。よし、なかなか、ゲッ、ゲッ、全員かよ。そこで型をつけたい。あと、このライトボールね。ライトボールマジ強い。こんなにライトボールに価値を見出したことはない。中3とか。ちょっともう一回ライトボールやる。ここは、倒しにかからないとまずい。もう LP 減らせらんないかんね。デッタラメ当たってくれ。よし、 OK、 キリキリ天指。よし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 。やっぱデビル上げしよう。カウンター、おら微妙。カッター使うか。いいね、いいね。殴りがだんだん強くなってる。よし、体術。これさ、ルドン制圧できんの？リザードレディ、とりあえず暗闇にしとこう。で、一体ずつ仕留めていくか。確実にで、また通りにしとこう。まあ、パンチかな。
剣がね、二段切りがないっていうのが超痛い。風、いや、お前はいいや。まあ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 。よし、とりあえず暗闇になったな。混乱した。暗闇混乱。月光唱えておくか。163148。あ、まあ自分をちょっと最優先に、で下を狙おう。でマタドール、なんとなく混乱してるからね。上はほっとく、とりあえずほっとく。おお、ミスミスミス、いいね。たまたまだったのかよくわかんないけど。で俺はもう完全回復したでしょ。ミスってかマタドールは混乱。じゃあファイアボールで、これいいな、糸ブレイク結構いいな。上のやつをもう一回混乱させとこう。一応マタドールかけて保険のために。よしよし、 OKOK、OK OK、いいねいいね、なんとかなってる。倒した。こうカエルの王様とかなんか出てこなかったっけ。カエルの王子様とかなんだかわかんないけど。で財政は豊かになりましたと。まあ、まだだよね。なんもないかな。なんもないか。こっちなんかいるな。あ、情報屋か。カンバーランド行くか。そろそろ行っとかないとまずいかな。一回行くともう帰ってこないかな。94万か。ちょっとなんか開発してこう。弓。ちょっと欲しいは欲しいけどな。足か。ちょっと内側に切るやつが欲しいんだよね。これを回収しよう。19万の22万の28万。よし、これでルドン高原に行けるんで、1回だけ戦闘して防護服にしよう。開発する。60、やっぱ強くね。115。何枚だよ160。てか敵が強いんだけど、ゼロとか効かねえ。暗闇にはなった。10。エアスクリーン捉えてきたし、ファイアボール行け。これが頼みだ。218、OK。117、日本一。1、クソすぎる。イドブレイクで、どっちが強いんだ。一応またどうでしょう。剣ももう次の段階、ちょっと、鍛えたいな。金はそこそこできたからね。で、これで防具が、その服になるはずだから。よし、戦闘服は開発しよう。で次これがあと開発中かってことは、5回やんなきゃ絶対いけないのか。そうかそうか、同時には作れないんだったね。よし、これで防護服ができました。で防護服はジェシカに装備させよう。前線にいるからタブレットが2、まあ、3上がるか。まあまあまあいいでしょう。だとできれば剣鍛えたいんだけど、盾か。盾も悪くない気がするけど、どうだろうな。わからないって今どういう状況だ。武装か。ちょっと一回戦ってみよう。あ、で弓か。さっき召喚だったんだな。弓武装剣だからもう2回戦うか。よし、これで剣80万出そう。これは作る。ホーク作り覚えた。強い。よしよしよし、だんだん戦力整ってきた。てさて、これでハルモニアの剣ができたでしょ。でこれをシティシーフに装備させて11、25、めちゃくちゃ強え。よし、体術は使ってれば勝手に増えていくから攻撃力が。
あとはそうだね、天の術を覚えたいんだよね。覚えられるかな、太陽光線。次、あ、あるあるある、太陽光線覚えよう。よし、これでカンバーランドに乗り込むか。引き出すもん引き出していこう。傷薬も30個残しときゃ一緒、大量に持っていこう。高級傷薬も2個残っていいや。で、あとは道具、生命力回復持っていこう。術師も5個持ってって、霊酒1個、万能薬、結界石はまあまだだな。モリオン世紀がまあこんだけあれば大丈夫でしょう。よし、では総門に行って、総門から船でカンバーランドへ行きます。大丈夫だよね。めちゃくちゃ不安だけどね。ダグラス、ついてしまったダグラスへ。まあさすがにまだね制圧されてないから、ちょっと武器屋とか見てこう。なんかいいのある？メイス、いや、いらねえな、金かかるし。じゃあ王様に謁見しよう。皇帝陛下、末っ子の塔、まだ会ってないよ。ゲオルグはネラック城、ソフィアはフォーファー。わかりました。いや、仲間にしたい。てか俺の名前知ってるんだ、ソフィアで、ゲオルグ大した話しないからね。で、また戻ってきて、もうあったよ。いかがでしたか？いかがでしたかも何もないよね。ぶっちゃけよくわかんねえし、関係なくはないけどよくわかんねえけど、まあハロルドお気に入りのトーマにしておきましょう。人を引きつける大きな器の持ち主です。そうなの？まだ若い。陛下の後ろ盾がなければ、後ろ盾が出れば安心です。ハロルド様が亡くなられた。唐突だ。ここら辺のイベントはまあ見ておきますか。トーマス様一体どこへ。サジタリウス様、お心当たりございませんか。ここにいることは知っている。父上、ハロルド王が亡くなられて皆が動揺している。辛いだろうが息子の君がしっかりしなくては。病気だったんだ。てかお前もここに来たんだ。遺言状、トーマさんは次の、ゲオルグ様が兵を集めている。話し合うつもりがあるな、兵を集めますか。トーマ様のために兵を出していただけませんか。帝国兵、そんな強くないぞ帝国兵。お前ら我が軍の力を知らないな。よし、和平の使者を勝ててみましょう。まあ普通に行く。普通に行きます。優秀だこの陛下は。ピンクの色がいいよね。というわけで、じゃあとりあえずちょっとまたね、尺がどれくらいになるのか分かんないけど、いやめちゃくちゃ稼ぎしたから動画の時間はめちゃくちゃ長くなってるけど、実際につなぐとどうなるか分かんないですけど、とりあえず今回はここで終了して、次回はカンバーランド編やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。